はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。それではやばいガチャ引いていきたいと思います。まあエイプリルフールスペシャルガチャですね。でヤバイくんに関しては、前回動画で、使ってみたので、まあ、タックの性能とかね、そこら辺をちょっと細かく見たい方は、まあ、前回の動画をご参照くださいと、いうことになりまして、まあ、一応一押しキャラの方で、見てみましょうか。金徳の方が、高速ベースランか鶴瓶打ち、これは、まあ、選択式でどちらも確定になってます。で得意練習が打撃と、走塁になってまして、まあ、そろそろね、全力高校が、来ますので、まあ、動画でもね言ったんですけれども、一応全力用で、使っていけるようなキャラに、なってます。ただ、まあ、今回のガチャは50連まで、確定枠があるんですけれども、ちょっと50連まで引く感じもしないので、とりあえず30連の、バナー確定のところまでは引いていきたいと思います。あと一応ね、あのメガネキャラのみ出現ということで見てみますと、ヤバイくん、メガネ登場、ジェントル、シノノメ、星空、星光くん、大東くん、ナナイ、マトモ、アンドロメダ、大西、先駆け、赤原、通常のシノノメくん、神宮寺、スミカちゃん、ちーちゃん、小高ちゃんというような形になってます。自分結構ね、星空、星光くんとか、ナナイとかね、まともとかが、もうプラゴになっちゃってるんで、まあ、本当にね、このピックアップキャラ狙いですね。メガネ登場とジェントル、シノノメ、両方ともね、PSR、持ってて、メガネ登場がプラ4、で、ジェントル、シノノメくんがプラ2なのでね、これがね、ちょっとでも解放できれば嬉しいかなと、思います。まあ、タンガチャは引いていきますか。はい。ここはバナーか。R なんだか PR なんだかっていう判別はもう分かんない。うん、R。ジェントル、シノノメくん。まあ、両方ともね、まあ、両方っていうか、メガネ登場も、ジェントル、シノノメも、通常バージョンから解放できるっていうのがでかいよね。これで、ヤバイくんがさ、ヤベくんで解放できたらなお最高だったんだけど、さすがにね、それは。ないんですけど、じゃあ10連目いきましょう。ここは SR1 枚確定になってます。前回のね、追いガチャがね、やっぱりひどかったからね、もう本当に。よし、メガネ登場どうしようかな。確かね、メガネ登場 SR 持ってたっけ。なんかワンチャン突っ込むっていうのもありかもしれないんだけどね。まあ、とりあえずメガネ登場でしたと。で2回目、ここも SR 確定になってます。はい。まあ、最悪ね、ヤバイくんは手に入れられなかったとしても借りればいいんで。ここも1枚。お、またメガネ登場。どうしようかな、これは。やっぱてか、いや君はいいよ。メガネ登場率がすごいな。ヤバイくんの PR も、まあ、ピックアップは 50% みたいだからね。シノノメくんの PR は結構嬉しいですね。じゃあ30連目に行きましょう。ここはバナーなので、反転すればヤバイくんか。1枚。最近ちょっと他の部分が飽きた。一応ヤバイくんは手に入ったか。登場の状態をちょっと見て、 PSR プラゴに持っていけるかどうかを確認します。ヤバイくん一応一回使ってはあるんですけれども、確認をしていきます。タック自体はね、タック自体というか、まずさっきも言ったけど、得意練習は打撃、走塁で、一応メインが走塁になってますね。で2種類持ってるんで、タック自体はね 40% までしかいかないです。まあ、その代わり、基礎ボーナスが、高い形になってて、まず35で筋力ボーナス14プラス固有で、技術ボーナスがつきますと。で得意練習率アップも、固有でついて、一応45までいくと、筋力ボーナスが18まで、伸びますので、まあ、結構ね、基礎ボーナスで経験点を上乗せする感じのキャラクターかな。
あと PSR50 になるとやる気効果が75になります。まあもともとねやる気効果50がついているんですけれども、で通常のコツの方が、まあ、ヘッスラだけになりますので、まあ普通のね青コツについては、まあ、回収はできないキャラになります。やばい刃みたいだよね。まあそんな感じですと。じゃあちょっとメガネ当時だけ一応確認してきます。はい、じゃあ今のメガネ登場の状態ですね。ここに PSR のプラ4があって、 PR のプラ1があって、多分これ前回なんかちょっとだけ育てたんだろうね。であと PR が2枚当たって、 SR が2枚当たって、 R が1枚当たりましたと、こんな状況になってます。でちなみにね通常の登場はもう全部メガネにぶっ込んだんで、今通常のね登場1枚も持ってないです。 SR 自体もなくなっちゃったんでまあ今回やってきますか。なんか最近ねこれ一応解除しとこう。解放運とかないからね、 30% とか謎だけど、一応 PSR の、ま、いいとこっていうのかちょっとわかんないんだけど、 R でもね 0.5% で解放することができるということですね。一つずついきますか。はい、ちょっと尺つなぎで見とこう。まあそれはないよね、ま、中にはねR で解放した強者もいますけど、でもまあそりゃあね 0.5% ってことは200人がやれば1人は解放するっていう、ちょっと単純な計算式だけどねそんなところでしょう。はい、で 5%PR 5% ってさ、よく考えれば SR が出る確率よりは高いよね、そのガチャを引いて。だから10体突っ込んでまあ解放するかどうかみたいな、今日が大成功とか超いらんわあ、レベルはでもまだマックスになってないんだ、45で止めといたんだね。じゃあこの 7% もね突っ込んじゃう。で 7% って言ったら SR が2倍になって10連やって1枚入ってるかどうかみたいな、そんな感じ。いやそりゃないよ、無理だよ。では行きましょう。この2枚でプラゴにできるかどうか。はい、おお来たー、よし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 、やったー、メガネ登場がとうとうプラゴになりました。というわけでレベル50で練習効果アップ30がつきますと、いうことですね。じゃあ通常のね SR メガネ登場が余っちゃったんですけど、まあ仮に通常登場がまたなんか当たったらそっちに突っ込みますかというような形で、じゃあ無事ねちょっと登場の画面で終わりにしますか。PSR プラゴのメガネ登場が、出来上がりましたと、いうことで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。